スノーマンの目黒蓮が連続ドラマ単独初主演を務める TBS 系連続ドラマ、トリリオンゲーム、金曜後10:00。8日に放送された第9話の平均世帯視聴率は 5.3% ビデオリサーチ調べ、関東地区、だったことが11日、分かった。トリリオンゲーム、第9話あらすじ。トリリオンゲームは、漫画誌、ビッグコミックスペリオールで連載中の同名人気漫画が原作。世界一のわがまま男、春、目黒蓮、と気弱なパソコンオタク学、佐野優斗、という正反対。な青年二人がゼロから起業し、1兆ドル、トリリオンダラーを稼いでこの世のすべてを手に入れようと成り上がる姿を描く。脚本は、マッサン、ちむどんどん、などを手掛けた羽原大輔氏。主題歌はスノーマン、ランガーホリック、トリリオンゲーム、これまでの詩。視聴率、ビデオリサーチ調べ、関東地区、第1は平均世帯視聴率 7.4%。第2は平均世帯視聴率 5.6%、第3は平均世帯視聴率 5.2%、第4は平均世帯視聴率 5.5%、第5は平均世帯視聴率 5.3%、第6は平均世帯視聴率 5.0%、第7は平均世帯視聴率 4.9%、第8は平均世帯視聴率 5.1%、